とにかく今日はっていうか今回は昨日のカオさんのプレゼンテーションはもう最高でしたね。あれ僕はもうここ数年来毎年来てるんですけども、ベストオブベストですね。あれ以上はないって感じですね。あれはでもね、本当見てここにいないと分かんないですね。本とかも出してるみたいなんですけども、ジャジングというようなテーマで、もうジャズのピアノについても本当プロフェッショナルの域で、もともとピアニストを志したというくらい上手なんですけども、それとまあなんていうのかな、まあ、クリエイティビティ、まあ、イノベーション、まあ、彼はイノベーションというのが得意なんですけど、そのイノベーションの部分をそのジャズのピアノとかを交えながらいかにこう感性でやっていって、先って何起こるか分かんないって、その場で思いつくことを考えていくみたいな、そんな風な本当に感覚のノリなんですけど、それから言葉がまた巧みなんですよ。その感覚のノリをうまく言葉でつなぎ合わせてるという、この辺の絶妙なこうパターン、それからプレゼンテーションの素晴らしさ、もうすごいですね。日本では全然有名じゃない人だと思うんですけど、僕も知らなかったんですけども、アメリカでは非常に有名な人みたいで、ぜひ見るべきだと思います。すごかったです、あれは本当すごかったです。もう今年の印象、あれで見てきてよかったというふうに思いました。はい、ありがとうございます。他に何か気になった、もう一つは、まあ、僕ケン・ブランチャーズのセッション久しぶりに見たんですけど、ケンもう86、87になるんですよね、年が。でもあのパワフルさはもう変わらないというか、やっぱり触発されましたね。もう今86とか7になってもやっぱり日々彼は進化を求めてるし、日々ラーニングしてるし、日々リーダーシップを本当真剣に考えてる、まあ、それを実現してる、体現してる人なので、まあ、すごいなと思いました。すごい昇華されました彼は。ありがとうございます。